ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。Produce 101 Japan The Girls。皆さん楽しんでますでしょうか？このチャンネルでは、作詞、作曲、編曲家、そしてシンガーソングライターの端くれの視点で、楽曲から逆算をして、番組内でのパフォーマンスがどうだったかっていうのに注視し、日プ女子を楽しんでおります。本日は昨日放送されたシャープ7で披露されたパフォーマンスの中から、ボーカル楽曲の面影、ファーストラブ、そしてラップ&ボーカルの美人、シャットダウン4曲のパフォーマンスを作曲家目線で解説し、先週放送されたヒーロー、シャインアライトの2曲も含め、現場表の差につながったポイントっていうのは一体どこだったのかというのをデータを交えて分析解説していきたいと思います。おそらくほとんどの人が予想できなかったであろう高畑さんのボーカルポジション1位獲得の要因、完全な2強と思われていた海老原さん、高見さんがグループ内1位を逃し、シャットダウンがテルマさん、本木さんの心に刺さらなかったのはなぜなのか、そんなことについてお話ししていきますので、ぜひ最後まで動画をお楽しみください。そして皆さんのご意見ご感想もコメントでお寄せいただけると嬉しいです。パクユー、そしてパクユーチャンネルは Produce 101 Japan The Girls を目いっぱい楽しんで応援していきます。放送日にはサブチャンネルで同時視聴配信、メインチャンネルで振り返り配信を行っています。また関連動画は再生リストにまとめてます。かなり本数増えてきました。まだご覧いただいてない方はぜひそちらもチェックしてみてください。そしてこれからも Produce 101 Japan The Girls 日プ女子関連の動画配信やっていきます。今回の動画とは別に面影、ファーストラブそれぞれの解説動画っていうのも出す予定なので、ぜひチャンネル登録をして動画お待ちください。一緒に楽しみましょう。まずはラップ&ボーカルの2曲からお話ししていきます。この2曲に関しては本編の公開に先駆けて推しカメラ動画でパフォーマンスをチェックしておりました。パフォーマンスの全体的な印象っていうのは、推しカメラを視聴した時とほとんど変わらなかったです。が、リリックやフローが出来上がっていく過程が見られたっていうのがすごく面白かったですね。美人について、素晴らしいパフォーマンスだったと思います。現場表も清水恵子さんが479票、佐々木つくしさんが461票、そして村上りのんさんが451票と、非常に高水準でグループとしてのパフォーマンスが現場の人たちに高く評価されたっていうことが伺えます。ハイレベルな音楽スキルを見せつけた佐々木つくしさん、自分らしさをパフォーマンスに昇華し、楽曲に良いアクセントを加えた村上りのんさん、そしてこれまでの放送っていうのを壮大な前振りとして、渾身のリリックを字幕なしでも聞き取れる、分かりやすいフローで歌い上げた清水恵子さん、僕はやっぱり清水恵子さんのパフォーマンスが一番グッときました。何度見てもちょっと泣きそうになります。3人とも素晴らしかったんですが、彼女のリリックが一番人間味に溢れていて、かつ言葉選び、フローが分かりやすかったなと僕は感じました。でもメインラッパーとして目立てるパートを担当できたっていうことも忘れてはいけないと思います。これまでの国府の投票の順位的には清水恵子さんが一番上位につけていて、つくしさん、村上さんの方がより切実に今回のベネフィットっていうのを欲していたと思うんですけれども、そんな状況下で清水恵子さんを2人が引き立てるっていうようなチームワークを見せていたっていうのにもグッときました。グループのパフォーマンスを最優先する姿勢、そしてラップを愛しリリックを書き溜めていた清水恵子さんの経験を認めていたからこそ、このフォーメーションだったんじゃないかなと思います。ただ6週目の順位発表で佐々木つくしさんが31位と、ボーダー付近までかなり順位を下げておりまして、その順位が出た後でこのポジション評価が行われていたならば、もしかしたら今回のような素晴らしいパフォーマンスっていうのはなかったかもしれません。素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた3人が揃って35位以内に入って次に進めるっていうのを切に願います。続いてシャットダウン。このパフォーマンスに関しては笠原さんの印象を下げる、悪編集だったんじゃないかと一部物議を醸しているようです。確かにろれつが回らなかったミスの部分が強調されていましたし、テルマさん本木さんのしおりアクションっていうのが感動に水を差すような編集になっていたと見ることもできるでしょう。ただシンガーソングライターとして歌音楽に向き合ってきた僕としても、テルマさん本木さんの反応っていうのはもう首がもげるほどうなずけるものでしたし、よくぞ言ってくれたという思いが正直あります。字幕なしで彼女たちのパフォーマンスを見た人には、彼女たちがリリックに込めた思いっていうのはほとんど聞き取れず伝わらなかったんじゃないかなと。僕も推しカメラ生配信で見たんですけど、その時にリリックがって話してたと思います。全体的には歌詞カードを見て後からじわじわ来るような複雑すぎるリリックになっていた印象っていうのを受けましたし、フローも全体的に前のめりで腰が軽くて聞き心地のいいものではなかったと。4人の中で一番正確にタイムキープができていたのは坂田さんだったと僕は感じましたが、坂田さんはやや声が軽く、ステレオタイプなラッパー像っていうのにこう近づこうと背伸びしているように感じました。声色バイブス的に一番ラッパー前としていた中野ココナさんはリズムキープがずっと危うくて、3カ国語を乗りこなせなかったかなという印象です。全体的に4人ともラッパーを演じてるなっていう感じで、まあ K-POP のアイドル楽曲におけるラップパートってそういうもんじゃんっていう話もあると思うんですけど、演じきるにはちょっと時間とかスキルっていうのが足りなかったのかなっていうのが僕の正直な感想です。それではボーカル曲に行きましょう。ボーカル曲の2曲も推しカメラで事前にパフォーマンスをチェックした上で本放送を見ました。まずは面影。この面影に関しては動画でも取り上げて、編集次第でかなり印象が変わる可能性があるから、面影の4人を推している国府の皆さんは覚悟しておいた方がいいぞと警鐘を鳴らしておりました。で結果的にはパフォーマンスのマイナス面っていうのはほとんどフィーチャーされず、いろいろあったけどみんな楽しそうないいパフォーマンスだったよねという見せ方になっていたように思います。このパフォーマンスは、とにかくあらゆるところで音程を外すっていう事故が多発してまして、それがほとんど修正されず、素人でもわかるような状態で放送されていました。八田さんは低い音が全然出なくて、声は弱々しく音程は上ずる。心さんはアドリブパートで宇宙まで飛んでいくんじゃないかっていうくらい音程が上ずり、桜庭さんは急成長と唯一無二の可愛らしさっていうのを見せましたが、やはりあまり上手ではない。でハモリは常に合ってないと。そんな中、声質と音楽的な歌い回しっていうのが、楽曲にフィットした、高畑さんが独り勝ちしたと、そんな印象です。よく見てみるとテルマさん本木さんもかなり苦い顔渋い顔をしながらパフォーマンスを見ていました。高畑さんがポジション評価1位を獲得していなかったとしたら、シャットダウンの代わりにネガティブ編集の餌食になっていたのはこの面影だったと僕は思います。マイナス面ばかりを取り上げてしまいましたが、先日公開した動画でも言ったように、とにかくみんな楽しそうで微笑ましいっていう印象が強く残る、いいパフォーマンスだったなっていうふうにも思っていて、いろんな意味で、興味深いパフォーマンスだったなと思います。最後はファーストラブ。もう素晴らしいパフォーマンスでしたね。ラップ&ボーカルの美人と同じように4位の佐々木心菜さんでも464票と、全員が多くの票を獲得したことからも、現場の観客の心しっかりと掴んでいたのは間違いないでしょう。海老原さんと並んで2強と目されていた高見さんがまさかの3位ということで驚いた方も多かったかもしれませんが、2位の安倍なごみさんとの票差っていうのはわずか2票と、これはもうね誤差と言っていいと思います。実力やパフォーマンスがどうこうっていう差ではないと思う。このチャンネルの動画ではたびたびお話ししていますが、日舞女子のボーカルパフォーマンスに関しては収録後のピッチ修正っていうのがかなり入ってます。元々の歌唱が素晴らしいっていうことには変わりないと思いますけど、このファーストラブに関してはね。でもファーストラブにもしっかりと修正が入っていて、シャインアライト面影、ちょっと印象的には微妙だったなっていう2つのパフォーマンスよりも丁寧に修正されていると僕は感じています。ことボーカルパフォーマンスに関しては悪編集ではなく、失敗にフォーカスしたい時には修正編集をしないという、そういう傾向がありそうです。これは、グループバトルのフィエスタ1組や、今回のシャインアライト、面影などが分かりやすいでしょう。また、修正でどの程度歌が変わるかに関しては、シャープ7の予告動画で聴けた安倍さんの歌と、本編や推しカメラで聴ける安倍さんの歌を比べると分かりやすいです。おそらく予告動画で聴ける歌っていうのが修正なしの現場で聴けた歌だと思います。で、なぜ今回も修正の話をしたかと言いますと、高見さんが最後の決めのパートで音を外していた可能性が非常に高いからです。過度なピッチ修正を施した際に現れる音質の変化っていうのが聞き取れました。シャインアライトの桜井さん、面影の加藤心さんほどではないと思いますが、現場で聞いていた人にはマイナスイメージを与える程度のミスにはなっていたんじゃないかなと思います。ファーストラブ組はビハインドシーンでも歌をたくさん聴くことができたんですけれども、高見さんは毎回同じ最後の決めの場所の音を外してました。それだけ難易度の高いフレーズにチャレンジしたっていうことですね。1位坂口さんとの14票差っていうのはそのワンフレーズでついたもの、そんな風に考えると納得感があるんじゃないかなと思います。それではここから現場票の差はどこで生まれたのかについて考えていきたいと思います。今回の投票方式はパフォーマンスを見て良かったと思う人に丸をつけてくださいという方式でした。全員に丸をつけることもできるし、誰にも丸をつけないっていうのもありだと。皆さん現場の観客の一人になったと思って考えてください。ステージに立った練習生、みんなよく頑張ったと。素晴らしいパフォーマンスだったじゃないか。全員に丸つけたくなりません？全体の票数を見てもおそらく多くのグループのパフォーマンスにおいて全員に丸をつけている人が521人の観客の中に相当数いると思います。で、次に基本的には全員に丸をつけるけども、明らかに見劣りするパフォーマンスだった人には丸をつけないよっていう人が、ある程度いて、で、次に一番良かった人と推しには丸をつけるっていう人も多かったんじゃないかなと思います。で、最後に推しがベネフィットを獲得できるようにライバルと目される練習生に丸をつけないっていう人がごく少数。521人の構成っていうのはそんな感じだったんじゃないかなと僕は推測しています。あくまでも推測ではあるんですけれども、この考え方で票数を見ていくと、現場票をあまり獲得できなかった安藤千春さんとか八田さんとか高木さんとか日高さんの票数も、高畑さんがポジション1位を獲得できたっていうことも合点がいくんですよ。グループ内で明らかに抜きん出たパフォーマンスを見せた高畑さん、全員に丸をつける人の票も1人にしか丸をつけないっていう人の票もしっかりと獲得して、ダークホースだったがゆえに推しのために丸をつけないというような力も働きにくかった。高畑さんに丸をつけなかったのは521分の29人。同じグループの練習生のベネフィット獲得っていうのを強く願う観客以外の票っていうのはほとんど持っていったんじゃないかなと思います。対して、ファーストラブ組、ヒーロー組はフラットに見ても誰を一番とするかっていうのが非常にこうつけがたかった。一人にしか丸をつけないというポリシーで、見守っていた人の票が割れたわけです。それに加えて海老原さん、高見さんっていうのはもう歌うま2トップとしてマークされてた。例えば安藤結衣さんのベネフィット獲得を願う観客が高見さんに丸をつけないとか、坂口さんのベネフィット獲得を願う観客が海老原さんに丸をつけないとか、そういう可能性は十分にあると思います。僕はこれは投票方式的に仕方がないことだっていうふうに思っていますし、悪いことだとは全く思いません。実際にそのような表の動きがあったかどうかっていうのはもちろん分かりませんが、そう考えると接戦や波乱が頻発したことにも納得がいくのではないかと思うのです。パフォーマンスとは関係のない投票する側の微妙な感情の部分でしか差がつけられないほど、得票数上位の練習生のパフォーマンスは皆素晴らしいものだったよっていうことが言いたいんです。少なくとも、ボーカル、ラップ&ボーカルに関しては、数票の差による、順位の上下っていうのは、その実力とか、パフォーマンスの優劣を示したものではないと、そういうふうに僕は思います。いかがでしたでしょうか。現場票の差、順位にちょっともやっとしていたという人、僕のこの動画で、ちょっとすっきりしたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんの意見感想もコメントでお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ありがとうございました。